私から特にございません。はい、山田千代です。関東甲信で予想される大雪についてお答えください。現時点で生じている影響のほか、合わせて今後の注意呼びかけをお伝えください。はい、本日5日から明日6日にかけまして、関東甲信地方を中心に大雪となるところがあり、関東南部の平野部でも積雪が予想されております。今後気温が予想より低くなった場合には、東京23区でも警報級の大雪となる可能性があります。政府においては昨日4日、官邸に情報連絡室を設置するとともに、松村防災担当大臣の下で関係省庁による災害警戒会議を開催し、災害が発生した場合に備え体制を構築するとともに、情報収集等の対応に当たっているところでございます。この雪による交通への影響としては、本日13時30分時点で首都高速道路や東名高速道路などの高速道路21路線164区間で大雪による通行止めなどを行っているほか、15時時点で JR 東海3路線が運転を見合わせていると承知をしております。首都圏においては少しの降雪でも交通機関に乱れが生じたり、車の事故や立ち往生が発生したりすることがございます。最新の気象情報、交通関係の情報に十分ご留意いただき、不要不急の外出を控えるほか、外出中の方は早めの帰宅を心がけていただきたいと考えます。また今は受験のシーズンでもあるため、受験生の皆さんは時間に余裕を持った行動をとっていただくようお願いをいたします。はい、共同通信坂口です。話題変わります。実戦闘機など、国際共同開発する、装備、防衛装備品の第三国輸出に関して伺います。岸田首相は、衆院の予算委員会で、与党で結論を得る時期として2月末を示している、与党の合意を得るべく丁寧な説明を尽くさなければならないと語りました。依然として自民党と公明党の意見の隔たりは大きく、双方の不信感は高まっている中ですけれども、改めて政府として第三国輸出解禁の意義と、与党間での合意に向けてどのような姿勢で取り組むのか伺います。はい、岸田総理が今朝の衆議院、予算委員会で述べられましたとおり、防衛装備品が高性能化、高額化する中、防衛上必要な優れた装備品を効率的に、この取得をするためには、技術や資金をパートナー国と分担をし合う国際、共同開発、生産に参画することが、極めて有効であります。一般的に国際共同生産の規模が大きくなるほど調達価格の低下につながるため、自国やパートナー国での完成品の調達に加えまして、第三国移転を推進することが共同開発を主導し、円滑かつ効率的に進めていく上で極めて重要であると考えております。政府としては国家安全保障戦略に示した装備移転の意義、すなわち力による一方的な現状変更を抑止し、望ましい安全保障環境の創出等のための重要な政策手段となるという意義に照らし、完成品の第三国移転も含め、国際共同開発生産を幅広く円滑に行うことが我が国の国益にかなうものと考えております。その上で、日英伊で共同開発している GCAP につきましては、3月以降開発企業間で作業分担にかかる協議の本格化が見込まれていますため、2月末を本件にかかる与党間の結論を得る時期としてお示しをしております。政府としてはこの時期を念頭に、これまで同様与党の合意を得るべく必要性をさらに丁寧に説明する考えでございます。はい、読売新聞の岡部です。話題変わります。イタリアとの首脳会談に関連して伺います。イタリアのメローニ首相は読売新聞の書面インタビューで、 G7 議長国として生成 AI 対策を今後の主要議題にする意向を示すとともに、広島 AI プロセスを発展させていく考えを明らかにしました。広島 AI プロセスは日本が G7 議長国として推進してきた取り組みですが、日本政府としてメローニ氏のこうした考えをどのように受け止めていらっしゃいますか。また広島 AI プロセスの発展に向けて、日本政府として今後どのように G7 の議論に貢献されるお考えでしょうか。
はい、昨年我が国が G7 議長国として主導した広島 AI プロセスを通じて、急速に進展する生成 AI のガバナンスにつき、 G7 が効果的かつ迅速に対応できることを世界に示すことができました。今般メローニ首相が AI を G7 イタリア議長年の優先課題の一つに据え、広島 AI プロセスの作業を発展させる旨述べられていることは大変心強く思っております。我が国としてはイタリアを含む G7 メンバーと連携し、国際指針や行動規範といった広島プロセスの成果への賛同国企業、これを拡大するなど、安全安心で信頼できる AI の実現に引き続き取り組んでいく考えでございます。北朝鮮の動向についてお伺いさせてください。北朝鮮の国営通信は、韓国がアメリカや日本と共同訓練などを繰り返していることについて反発する発表を伝えました。また先月1月下旬以降に10日間で4回と異例の頻度で巡航ミサイルを発射していますが、これらの受け止めと政府としての今後の対応を伺います。はい、ご指摘の北朝鮮メディアの論評や、北朝鮮が巡航ミサイルの試験発射等を2日に行った旨発表したことについては承知をしております。北朝鮮の軍事動向につきましては、政府として平素から重大な関心を持って情報収集分析に努めておりますが、事柄の性質上、個々の具体的な情報の内容についてお答えをすることは差し控えます。その上で、北朝鮮は巡航ミサイルを先月24日、28日および30日にも発射した旨発表しております。北朝鮮は巡航ミサイルに核兵器を搭載して攻撃を行う能力の獲得を追求しているとみられますが、そのために必要な技術を北朝鮮が確立しているかどうかにつきましては、慎重な分析が必要であります。また北朝鮮は潜水艦や発射台付き車両、テルなどのさまざまなプラットフォームからミサイルを発射することで、兆候把握、探知、迎撃が困難な奇襲的攻撃能力の強化を企図していると見られるところであります。政府としては引き続き米国韓国等とも緊密に連携しつつ、必要な情報の収集分析を行うとともに、警戒監視に全力を挙げていく考えでございます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。